はい、シェンチャーベトケンチャンネルのケントです。今日は今まで紹介してなかったベトナムのスーパーについて紹介したいと思います。でその中でもちょっと物価について比べたいと思います。はい、それではレッツゴー。今日行くところは韓国のロッテマートのスーパーに行ってみたいと思います。ここは袋麺天国ですね。袋麺すげえ超ある。袋麺めっちゃすごい。どうしようかな。これが4か。これよく食べてる4のやつは7000ドンだから35円ぐらいかな。めちゃくちゃ安い。袋麺、うどんもあるんですね。うどん袋麺30円ぐらいかな。確実に安い。袋麺はこっち。カップラーメン、これカップヌードルね、日清のやつもう12,000ドンだから60円ぐらいか。日本大体100円ぐらいだよね。安い。韓国の辛ラーメンかな。これは27,000ドンだから150円ぐらいかな。ちょっと高い、他に比べるとね。これないよね、メントス。24,000ドン、24,000ドン。これメントス3本入りで16,000ドンか。絶対安い。ガム系なんてこれ5000ドンだよ。25円か。こんな入ってて何個入りだろう。でここボトルガムです。これボトルガムめっちゃ安いんだよね。だってさ、日本だと多分500円以上するよね。もっとするか。これでキシリトール、これで56,000なんで300円もしないかな。すごい安い。あとこれ紹介したかったんですよ、スニッカーズ。スニッカーズこのサイズで16,000ドンだから80円、多分安いね。あとキットカットこれで70円ぐらいかな。キットカット70円ぐらいですね。うん。コアラのマーチか。16,000ドン、80円ぐらいね。これ安いね。同じぐらいかな、これは。トッポも80円ぐらい、これ。あ、プリングス好きなやつだ。これね、100円ぐらい。日本もっと高いよね、プリングスは。あ、でも小さいのかな、細いかも。こんな短くないよね。スナック菓子はほんと安い。だってこんなサイズで25円でしょ全部。これも25円だし、安っ。お菓子系は安いかな、そういう意味で。50円ぐらいか。カラムーチョ50円ぐらいか。ベトケン、はい、ゲイ。こちら水ですね。水はやばいよ、絶対安いよ。何これ、6リットルで100円かな。え、これ何、1.5 リットルで40円ぐらい。で、僕が好きなポカリ、60円ぐらい。これ、レッドブルーもね、40円ぐらいの安い。ビアハノイ、1万ドン。ビアサイゴン、6万ドン。バーバー、1万ドン。
よかったら僕らのビール紹介動画を見てください。すげえこれ映えてる。ざっくりこんな感じかな。タイガーもあるし、お弁当5万丼250円くらいかな。これでどうだろう。これはクオリティ日本の方が高そうだけど、ゆで卵が2つで1万丼50円くらい。寿司が高いんだよね。700円ぐらいか。700円ぐらい。パン売り場、パン売り場100円ぐらいかな、だいたい100円ぐらいかな。2万丼1万4000丼70円。ケーキ、ロールケーキ3万9000丼200円ぐらいかな。野菜売り場、1キロ3万3000丼高いのかな。これ よく買うんだよね、バナナ。これで5万5000丼だから250円強ぐらいかな。高い？バナナはどうだろう。コシヒカリか、5キログラムで1000円ぐらい。コシヒカリ、俺いつもいくらだっけな。あ、これ買ってるわ。2.5 キロで9万2000丼450円ぐらい。これ何リットルかな。1リットルか。1リットルも60円ぐらい安い。ヤクルトはこれいくらだろう。日本でも100円ぐらい、同じぐらいかな。もっと高いか。ヤクルトは1万丼2万丼100円ぐらい。ヨーグルトか、まあ4つで1万100円ぐらいかな。アイスクリーム、アイスクリームみたい。アイスどうだろう。あ、このねボックスとかで6万5000丼300円か。550g 安いかね。これはさすがに。でここはこれアルコールかな。アルコール系とか安いのかな。これアルコール 90ml 150円ぐらいだね。3万丼。1リットルが25万丼ぐらいです。日本より安いのかな、わかんない。これ洋服洗う用の洗剤だね。1000円ぐらいかな。ここにヘルメットが売ってます。10万ドンぐらい、500円ぐらい。ヘルメット、はい。じゃあスーパー中見てきました。で、まあ、韓国系のスーパーですけど、日本のスーパーに比べても非常に安いですね。でもっと多分ローカルのスーパーとか野菜とかもっと安いと思うかな、なんで今回スーパーは韓国系でしたけど、次回はローカルのスーパーも行ってきたいと思います。じゃあ今からご飯食べるんで、バイバイ。